週も始まったわけだけども、今回お前らに身につけてほしいものはこちら、女優魂。メンバーの中で一人がもうひどい演技をしとったと、私そのひどい VTR をですね、見つけましたんで、それをねまず最初に、見てください。そんなんばっかりや、そんなんばっかりや本当に。日暮らしの泣く頃に、日暮らしの泣く頃には、今週土曜日から公開される映画、累計500万本を売り上げた大人気ゲームを映画化したものだけども、この映画になんと小野が出とるという。おー面白そうだな。おった、いきます。勝手に中を覗いたりしたらたたりがあるってこと。さとこちゃん。はい。あなたがやったの？私じゃありません。今ね見てもらって分かる通り、おのには全然女優魂がなかった。ちょっとひどかった。高田さんどうでした今小野の演技。ね、ただね素晴らしいところは、はい、相手を殴るとき溝落ちを外して殴ってるんですよ。倒れちゃうからね。倒れちゃうから。さすがにそのあたりはよく見てた。でもね見てもらって分かるように、やっぱりねキャラにね入りきってなかったと思うんですね。そうそうそう。小野のまんまやったよ。で実はですね、はいはいはい、今日キャラクターになりきるというのはねどういうことかというね、お手本の VTR をですね、入手いたしましたんで、はい、どうぞ。見つめていたよ。若い、若い、めっちゃ若い。すげー。もっこり高なってる。ファッションアドバイザーのジェイ・高田です。見たお前ら、キャラになりきるってはああいうことやから。そういうことだね。この時はね、ギャラが少なかったんで一生懸命だったんだね。活躍できるように、このゲームで、演技力を鍛えてもらいたいと思います。それでは早速ルール説明して。はい。このゲームは赤チーム対青チームの対抗戦です。チームの代表が6人出場します。その6人にはビリビリマシンをつけてもらいます。そのうちの5つは電源が入っていません。本当に電源が入っているのは1つだけです。その電源を入れると、地味に、地味に、地味に、ビクビクを上げると、やばい、やばい、やばい、どうした、持っていかれた、持っていかれた。要するに6人のリアクションを見て誰のビリビリマシンに電源が入っているかを当てる、演技力が鍵を握るゲームなのです。高田さんにはですね俳優の目で、演技力を見ていただきますので、最近ね俳優の目がなくなってね、はい、マジシャンの目になっちゃいました。いやいや、そんな変に一個もないよ。ちなみにチーム分けはご覧の通り、今回は勝ったチームの中で最も演技のうまかったベストアクトレスに推しピンバッジをプレゼント。まずは赤チーム、うまく騙しきれるかな。じゃあ赤チームで、やるやつは、浦野と高橋と、篠田さんと佐藤と菊池と小島ね。はい、行きましょう。うるさいお前、なんやこら、来るなら来るともっと来いこら、なんじゃこら。中途半端にあーって言いやがってこら、なんじゃこら。中途半端なチンピラ。誰が中途半端なチンピラ。お兄さん、はい、小島もさん付けで。あ、そうですね。娘役やってる。あ、そうですね。あ、娘役。でも他局なんで、それはいいです。あ、そうだよ。それがいいかどうかは、プロデューサーが判断することだから。お前は判断せんでいい。プロデューサーに不具合あるか、お前。まず赤チームトップバッターは、何をするのかわからない爆弾娘、浦野。これは演技か、本物か。スイッチオン。ほら、
どんな感じ？気持ちいい。あ、気持ちいい。気持ちいい。低重圧とか食らったことあるわけ？初体験です。あ、初体験だよ。でも最初の入りは良かったね。うん。ちょっと上げてもらったらどう？あ、そうですね。じゃあちょっと上げてみるね。はい。あ、ちょっとだけ上げててます。はい。痛い。続いて滑らない話でおなじみ高橋みなみ、レベルを上げるけど滑らないリアクションをお願いします。ちょっと上げますね。続いては佐田の推しメン篠田、スイッチを入れると意外なリアクションが。スイッチオン。あ、大丈夫。あ、全然大丈夫。生まれたのだけ弱いんじゃないの。ちょっとごめんね、篠田さん。はい、ちょっと触らないでくださいね。大丈夫ですか？触るわけないよ。そういうあれはしたことないよ、これ。エロリージェント。なんだ、エロリージェント。そこで、エロリージェントが篠田と電流レベルをアップ。すると、はい、大丈夫？あ、痛い。今日早退していいですか？4人目、いつもマイペースな佐藤ゆかり。このリアクションは演技か本物か、これじゃわからないので、やっぱりレベルマックスに。はい、じわじわ上がります。はい、痛い。さあ、これは演技なんでしょうか、どうなんでしょうか。続いては不思議少女キクッチ、レベルをマックスにするとどうなっちゃうのか。はい、今ちょっと徐々に上げてます。さあ、赤チーム、鳥を飾るのはド天然娘小島。演技のバリエーションが出尽くした中、高田さんが。いや、だから最大にした時にもう失神するしかないから、倒れてる。その最後のさ、もうそれしかない、それしかないよ、もうな。で、その失神の仕方を見てみましょう。どういう倒れ方、すごい。というわけで、小島いきなりのレベルマックス、アイドルの失神姿が見られるか。それではスイッチオン。やべ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 さあ、この中で本当に電流が流れていたのはたったの一人。では、ここでおさらい。それぞれ迫真の演技を見せた赤チーム、本当に電流が流れていたのは誰だ。この中で本当に電流が流れていたのは一人だけ。青チームの予想は。それでは、青チーム、誰だと予想したんでしょうか、発表してください。せーの、キクジ。キクジが入っていたと。なるほど。理由は、あのですね、手の震えがあったんですよ、一人だけ。小刻みに、小刻みに揺れてた。ちなみに高さは誰だと思うんですか？俺はね、野呂佳代だと思うんだよ。ゴールにした時はやっぱね、菊池か、あの、佐藤だったんだよね。なるほど。じゃあ俺は菊池で行こう。菊池、菊池。うん、まあ僕はイボジだけどね。知らん。汚い。青チーム高田さんともに菊池こと菊池彩香と予想。果たして正解は。正解はこの人でございます。スイッチオン。
ところへんとかね、ここが、うん、最後のオールを知らないは絶対売れなと思ってたんだよ、はいはい、でしょ、最後のオールやった時のあの、はい、反応がねちょっと遅れたんだよな、あれどうなの、うららは我慢した、あれは我慢しました、うらの菊池の名演技で赤チーム一歩リード、続いては後攻青チーム、さあ青チームやるのはこの6人でございます、はい、笠井、柏木、渡辺、佐藤、小野、クソマーというね順番でいきたいと思います、青チームトップバッターはちょっととろそうな笠井、スイッチオン、大丈夫、痛くない、そんなに痛くない、あ、そんなに痛くない、じゃあお願いします、じゃあお願いします、いつもです、いつもです、そんな顔で言いますか、あなたは怖いですね、さあ、じゃああげます、最大限にあげないですよね、最大限にあげ、そんなビビんねえよお前今あげましたんで、じゃあ、キュッとスイッチオン、最初から最大でいいなと高田さんのこの一声で急遽ルール変更、最初から全員マックスレベルに、すると触んないでくださいよ、惜しいってエロリーゼント、誰がエロリーゼント、やめろエロリーゼント、ごめんね、篠田さん、違う、ああっていうか、お前らがこういうことやるか、俺やだしょうがないよ、こって篠田に惹かれてしまったエロリーゼント、さらに大堀姉さんがなんかさ、ちょっとなんか息が荒いよちょっと入り方しました、おかしいの俺が今行かれるのは、今こうやってこうやってけいやいや、今の嫁さんと出会った時と同じ息遣い、エロリーゼントさん、さすがにアイドルへのエロ恋はレッドカードです、さあ気を取り直してゲーム再開、全員のレベルをマックスにして改めて柏木から、普段はおっとりタイプの柏木だが、何が入ってるでしょうか、スイッチオン、まだ飛びませんよ、まだ飛びません、痛い、はいストップ、はい、どう、どうやった、なんか、なんかあった時、びっくりした時は目が細くなるんでしょ、びっくりした時、目が細くなるのか、じゃあマリモッコリみたいな、みんなおい、ここがモッコリするわけじゃないよね、違います、違います、見捨てらんね、なんやこれお前、あのね、2回目のが滑るってひどいよお前滑り前とはさておき、続いては最年少渡辺、スイッチオン、あ、大丈夫です、私最大ですよ、あの私ほぼ毎日病院通ってやってるんです、このあ、これやるよや、定住は、はい、よくやってるんですよ、毎回やるよや、私これ好きなんです、楽しい、定住は好きだよ、はい、あ、好きな人もおるけんね、定住はが、でもこれから演技やったらすごいですしね、さあどんな、続いてお笑い担当佐藤夏樹、ナイスリアクションをお願いします、どんなリテが入ってるでしょうか、スイッチオン、あー、あー、病人みたいですよちょっとひどいですね、どうしたの、なんか魂を掴んでんじゃないの、痛い痛いはいストップ、止めました、やばい、じゃあ次小野いくよ、小野は言うてもあのね、ああ映画は出てますし、そうだね、もしだから小野がねビーッと来た時におしっこ漏らしちゃったらこれ10個あげるよ、いやいや素晴らしい、アイドルや、ジジイアイドル、アイドルがおしっこ漏らせるわけないでしょあんまり高田汚いの使われませんからこれ、ダメですよ、ダメよ、お口ジャック、ダメ、はいチさあ大本命、はい、映画女優小野の演技は本当に電源が入ってるでしょうか、スイッチオン、あーいやー
したの？あのね、タコがチューンってタコがチューン、タコが、あ、タコがこう吸ってるみたいな感じらしい。そして鳥はもちろんこの方、最年長24歳大堀姉さん。スイッチオン。あ、気持ちいいかもね。最後だから難しいな、反応がな。まあね、うん、難しいよね。私は結構好きかもしれない。あ、このあれが、うん、わかんない。じゃあ以上で全員終了したけども、この人だけもう一回見たいとか、どうした？じゃあ最後全員ね、じゃあ全員で一回スイッチオンいきますんで、はい、スイッチオン。わからない見てください、微動だりしませんよ。全員リアクションは違いますけど、さあ、どうなんでしょうか。さあ、じゃあストップ。はい、はい、ストップです。はい、予想して誰が本物なのか。青チームも全員しびれる演技を披露。ではここで再びおさらい。あー、痛い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 。この中で電流が流れているのはたったの一人。あなたは誰かを分かりますか。さあ、この中で本当に電流が流れているのは一人だけ。赤チーム相談タイム。でもほら、赤チームどっちかというと有利よ。だって一回やってるわけですから。そうだそうだ、どんなもんかっていうの分かったわけですね。そうだそうだ、あの太田、あの何も言うことないからって、あーって言われたけど、太田だけ何か言わなと思って、あーって。はい、じゃあ赤チームは誰と予想したんでしょうか。それでは発表してください。せーの、バラで、ちょっと見えた見えた言ってくれてるんだもん。ババアです、あなたは。ひどいな。今日からババアです、あなたは。ひどいね。ひどいね。ひどいねじゃないよ。理由は？終わった後ずっと手をこうやってやってて。はあ。ちなみに高橋さんは？俺は葛西だと思うよね。葛西。電流を受けていたのは葛西か大堀姉さんか、それとも他の誰かなのか。果たして正解は？正解はこの人です。スイッチオン。ということで、電源が入っていたのは小野エレナでした。ということで、みんなそう演技してるから、逆になんか演技が下手な人に見せた方がいいのかなと。わー、聞いた。で、バブルのあれずないですか？今みんな言ったらこれ。ちょっと演技。演技だ。うわ、今回の演技力バトルは両チーム引き分け。というわけで、名俳優の高田さんに全員の中からベストアクトレスを選んでもらいましょう。前のチームのことほとんど忘れちゃったから。はい、小野さんに。さあ、今週の歌は秋葉原 AKB48 シアターから切ない乙女心を歌ったハートが風を引いた夜をお届けします。